YouTube 生配信してグループトーク会して犬がうう言うてます。さっきこれ好き放送が終わって今です。ありがとうね、今日は一日お付き合いいただきすごい楽しかった。ご結婚ありがとうございます。こちらこそ、はい、ご結婚させていただきました。したのかあれは。はい、皆さんこんばんは、ドールです。今日はね嬉しかった。目でも耳でも普通に実際会うのもありましたからね。もうすごくない？あとは触れてないだけあとは触れるだけだよ。そしたら五感で楽しめる。なんていうの、くない？今日さ、メールにも書いたんだけど、グループトーク会苦手すぎ問題ね。苦手っていうか思ってたんと違ったなっていう、もっと一人一人が入ってきてゆっくり喋ってバイバイじゃあ次みたいな感じかなと思ったら、もうなんか善悪式だった。わかる？善悪みたいな感じ、もう次々にこう人が入って流れていくみたいな感じだったから、あ、びっくりポンみたいなあっという間。そう、世話しない、そう世話しない、その言葉がぴったり。そうなんです。だからファンの方もなんかもうぐるぐるこうゆっくり話せないからさ、焦るだろうし、なんか疲れちゃうよなーってな、喋るのはすごい楽しかったし、会えたのがすごい嬉しかったんですけど、なんか自分の中でもさ、やっぱりこうやってショールームとかさ、日々さ、なんかあ、これ伝えたいなとか思ってることとかさ、なんか日々募っていくわけよ。でそれをさ、会う時にさ言いたいのにさ、なかなか言えなかった、ごめんでも頑張った、必死に喋ったよ、でかい声で。もうアホみたいにでかい声で喋ってた。そうだね、何話すか決めなきゃいけないよね、速さは。でももうさ、どんどんループしなきゃってなるとさ、それを考える時間すらもなかったよ。全然喉大丈夫です、いつももっと大きい声で歌ってるんで。そうだよね、びっくりしました。でもファンの方がだって事前に予約してくれてるんだよ、わざわざありがとう。花坂タイムズの時間くらいになんか CD みんなこう行ってたんだよね、事前予約しに。あとさ、多分自分の個別トークとかこういうショールームのファンの方々への対応ってすごい独特なんだと思うの。なんだろうな、他のメンバーが言わないようなことばっかり言ってるから、日々ね変なことばっかり言ってるから、なんかもうグループトークをすると大体のメンバーにびっくりされるの。何言ってんのみたいな多分それが私の良さなんだよ、売り出しポイント、私のトーク会のなんだよ、ファンの人との関係性がおもろいっていうびっくりされちゃう。だからなんかびっくりされてる、そのびっくりされしてる時間も私にとっては喋りたい時間なわけよ。だから個別がいい、オイラは。はい、オイラさんは個別が得意だと思います。楽しかった？よかった。グループトークはグループトークで、なんか会ってみたかったメンバーに会えたとか、あとなんか八木だったから、今日は八木推しの方が結構いてくれて、結構私たちの例めっちゃ来てくれてたよね、嬉しかった。確かにたまにねたまには善悪スタイルも良きだね、世話しない感じね。ああいうのをするとさ、ゆっくり喋れることのなんかありがたみというか、私なんか勉強にならない、自分も今日すごい勉強になったもん、この時間がない感じ。ちゃんとなんかこの短い時間でどれだけ相手の心をつかむかだよなって思って、
笑顔が可愛い言われた、あのそれ本心ですよ私。もう思ったことしか言わないから私、単純女なんで。すっごい、あ、ゆはりです、ゆはり定期、笑顔が可愛いって言われたって。ほらこうやってさ、ショールームにコメントしに来てくれるじゃん、もうファンだよね。みもろ推しさんってことでよろしくて、よろしくてというかそうです、お願いします。今すぐ X のプロフィールに野村美代という単語を追加してください。みのるの美は美しいじゃなくて美だよ、みのるの美です。野村美代の美は美しいじゃなくてみのるの美です。あ、そう、あ、まあ、さこれなんでさ、ちょっと画角違うの分かる、今日TikTok ライブ後でしようと思って、あの TikTok ライブの画角の調節してたら、ショールームしてる画角がちょっと変わっちゃった。ショールームは横じゃん、 TikTok ライブ縦だからさ、この今立ててる三脚どっちもいけるんだけど。8期で話しやすかった、よかった。まあ気使うことがないよね、まあグループにはグループのわちゃわちゃ感というかありますよね。この後 TikTok ライブ行くの、なんか昨日載せた TikTok がいつものやつよりもちょっと伸びてんのよ、わかるかな。私すぐそんな1万回再生パーンっていくようなことあんま最近なかったんだけど、なんか需要があったのか、需要と供給がぴったり合致したのか。お疲れ様でした、ありがとう、疲れてるじゃん。大丈夫かみんな。明日もあるぞ、しかも私早い方の部の人だぞ。そうだからなんか多分 TikTok ライブしてなかったから、最近やってないから、最近ってかもう1年以上やってないんじゃないかな、だからちょっとやっとこうかなみたいな。ありがとう、タオル、何これ、マフラーか、ベキメキみたいだね、ベキメキラー、ときめきラテレスに伸び、メンバーみんな握手会行ったことなくても公演の記憶で久しぶりって言うから記憶力すごいね。まあそりゃね、やっぱり劇場公演とかに来てる人、私の場合はもうどこに来ててもそうです。自分のトーク会に参加してるとか、私にリプを送ってるだけでも結構覚えてますよ。品川行かなきゃ、え、そう、3月30日にね、品川のね会場ちょっと名前あれだけど、あのに神フレ行きますよ。4人体制で初めてライブ出演します、対バンライブ。みよちゃん名前聞いてくれてありがとう。え、こちらこそ覚えてるよ、なんか気になる人は聞いてみようと思って、短い時間の中で無理やり名前聞いた人もいた今日。やばい、4人体制の神フレライブめちゃめちゃ緊張するんだけど頑張る。なんか一発目に公開された紙フレの名前に FromSK48 がついてたんだけど、あれ訂正してもらいましたんで、カミングレーバーに訂正してもらいました。困惑したよね、びっくりしちゃった。久しぶりに電車一本で行ける、お、それはいいね。あ、そう、今日は真夜中24時55分だっけな、2分半レコードっていうあの福島のテレビにも出演するんですよ、まやちゃんと。一回さ、ハワイアンズ行ったの覚えてる、大富豪のあれで、ハワイじゃなくてハワイアンズ、それの多分2人かな、福島県。 LDH のアーティストみたいになってたよね、やばい。LDH だった、新大阪から新幹線で行けるので実質電車1本かもしれません。1本に違いはないけど距離がやばい、えぐい。そう、今回のシングルめちゃめちゃ花咲タイムズとかね、今日もなんかいろいろやらせてもらって、 YouTube とかあのダンスプラクティス出ますよ、お楽しみに。めっちゃいい感じだと思う。あ、2畳半だよね、なんて言ってた、私あれテレビなんだ、あれテレビじゃんね、なんとか放送って書いてあったよ。すごい、今日めっちゃ結婚おめでとうございますってくる、
いいの、みんな引き止めなくていいの、いいんだ、うん、うん、いいんだ、いいんだ、私が別に誰かと結婚しちゃっていいんだ。福島中央テレビ、そうそうだよ、それに出ますよ。そうだよ、皆さん嫉妬 しないんですか。おもろい、やばい、中ちゃんみたいになってる。花坂見た友達がみんな可愛かったって報告してくれて嬉しかった。嬉しい、何それ、ありがとう。でももう花坂タイムズで終わってすぐエゴさしたよ。花坂タイムズ SKE で調べたし、 SKE でも調べたし、みよまるでも調べたし、野村みよでも調べたし、普通にハッシュタグ花坂タイムズめっちゃ見まして、はい、あ、これ絶対 SKE のファンの人じゃないというか、なんかもうめちゃめちゃツイートいいねしました。引き込む、引き込む、あ、プレイリストもありますしね、いっぱいあります。多分ユアニャンは多分どんどん私が憑依してってるね、あれ本当に。今日も言われたもん、私はみよまるさんになりたいんですよって、あのはけた瞬間にユアちゃんが、周りのメンバーがめっちゃギャルや、マインドがギャルや言ってた。伝染しててます、完全に間違いない。おもろ、おもろ後輩すぎてやばい。ウケるね、ウケるけどハッピーじゃん。おたくさん多いよね、12期の子たち。でも一番受けたポイントは、さつきちがなんか周りのみんながなんか小籠包の話ばっかりするから、なんか何って言おうとしたんだっけ、何かって言おうとしたのに小籠包って言い間違えた時が本当に息できなかった。最高。あ、そう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 、火打ち石みたいな、それを言おうとしたら小籠包って言っちゃったのが可愛いのに、やばいよねあれ。赤さん、本当に赤さんなんよ、あの辺の子たち。ミヤビームもえぐいて、あ、そう、さつきちは一緒でした、グループトーク。子供ですね、私が守らなきゃ、ちびっ子たちを。ぷちゃんです、ぷちゃんも守るよ。ぷちゃん、かわいい、ゲップした、ゲップしました、かわいいね。うわー、鮮魚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 、いてて水打ち蹴られる。ぷちゃん、ゆうかさんちの犬がぶいちゃんっていうのって、トイプードルで、まるでドールとプイをミックスしたかのような、かわいい。プイちゃん暴れないで、落ちる落ちる落ちるよあんた、あね、落ちる、あだだだだだ、あ、暴れ馬だ、ほんまに、ほんまに暴れ馬だ。お疲れ様です、ありがとう、お疲れ、みんなもお疲れ様です。みんなどう、調子はどう、9時とか9時とか調子どう。29までだって、でまだ私物2個残ってる。え、さすがに私物あげたいよ。ポケモンの EV に似てるから V なの、詳しいね、かわいい。あと
くじ当たらんよな。そうだよな。みんな最終日とかにプワー回す。いやでもわかんないよ、急に出てくるかもしれないからね。わかんない。コツコツやってた方がいいのか最後の方がいいのかわかんないね、こればっかりは。ずっと正座してたから正座やめたら座高低くなっちゃった。お風呂は来た、沸きました。お風呂は沸いた定期、お風呂が沸きました定期。皆さんぜひ当ててくださいね。でも最近リリーベとかさ多いじゃん、トーク会もあるし大変だよね。ありがとうね。でも私みんながいないと生きていけないから、何卒応援をよろしくお願いいたします。今日これ好きトレンド入れしてた、それもみんなのおかげ。頑張ろう日本。嬉しかったよ今日も、あのループしてくれた人とかありがとう。また話そう、明日も来てくれる人よろしくね。物欲センサーのせいで推しの手が見当たらなかった。なんだそれ、どういうことだ。やっぱ正座しよう。正座すると足短くなるらしいよ、ゆずぽがよく言ってる。え、正座したくないって。10連回したらシャメだけだったけど外れとも思えない。どこにも出してない写真多いんじゃないかな。似たような写真もあるかもしれないけど、なるべく載せてないやつにしたよ。今日花坂見れなかったけど家族が写真をくれた。いいじゃん、嬉しい。家族は見てくれたってこと。じゃあそれもう間接的に見てるようなもんだよ。すごい、だって血つながってるってことでしょ。明日家でなくていいので最高です。移動も大変だよね。ありがとう。そう、オンライントーク明日だよ、忘れなく。なんか多分事前に何か設定だったりとかアプリ入れたりとかあるよね。ありがとうマフラー、メキメキ。明日初めましてしに行きます、よろしくお願いします。よろしく、嬉しい、待ってるね。明日多分さ名前表示されるからさ、初めて見る人はメモっとくね。あ、成長期に正座すると伸びないのか、じゃあもう終わってるわ。明日どこでオンラインしようかな。どこにしよう、家か車の中とか。なんかやっぱ電波がいいところがいいよね。名前の設定もあるの。そうだよ、寝坊、お寝坊さんいないかな、さすがに。本名出るの楽しいだな。リュフ大丈夫、プライバシー守ります。みんなの本名は秘密にしますよ、私たちだけの。一人ずつ、みんなと私だけの。オンライン今からドキドキしてる。嬉しい、だって完売してたもん、たくさんの人来るってことでしょ。嬉しい、いっぱい喋ろう、わーい、可愛くしていくね、よろしく。お尻本名バレてるの、じゃあ私にもバラして。明日私服だよ。そう、明日私服なの。でもここの辺しか映んないからね、上の方が。いいよ、今ここに本名書かなくていいから、いいよいいよ、本当に何々くんとか言って書かなくていいよ、読めないし、ショールームじゃ名前読めないよ。下ジャージってことですか。いや、ちゃんと可愛い服着るよ。
あとみんな現場も来て、お待ちしてます。今日初めて会った人とか気になった人いたら絶対来て。特に幕張幕張がね、私弱いんですね。幕張とエチスカイエキスポしかないので、皆さんお待ちしてます。今回スピード勝負だって思ってるから何と競ってるんか分からんけど、よろしく待ってる。でも多分直近のやつが多分一番さ、申し込み期間としては短いからさ、お待ちしてます。わかり心配です。私もですどうしよう、わかり待ち遠しいね。会えるの楽しみにしてます。でも握手会は完売してるんですよ。だから握手会来てくれる人がトークも来てほしいみんな来て、待ってる。みよちゃんが待ってます。お願いします。皆さんミューモですミューモでみよまるちゃんが待ってます。お願いします。まかり久々、お楽しみにしてる。ワクワク、あーにゃワクワク。握手の感想をトーク会で、あれですか、自分ってあれか、トークと握手が交互にある系ですか。まかりトーク少し増やします。ありがとう、頼りにしてます。毎日ミューも見る日々です。悩むの買うか、待たれてないかも。え、待ってます、待ってます、お願いします交互か、不思議な感じだね、楽しみ。3月に入ったらまた追加する、よろしくお願いします。皆さん一致団結 AAO でお願いします。みやも重い、マジすご、交互か。じゃあ握手して、さっき手と手を触れ合った2人トーク、不思議、不思議だ。でその後また握手できる、いいね。なんかくっついては離れて、恋愛みたいだ。給料日になったら追加したいもう私のために生きてくれてるやん、ありがとう。トーク、トーク、握手、トーク、握手だそうです。あら素敵、あら素敵、ありがとうね、アイテム投げてくれて。こんばんは、こんばんは。なんか今何時何分ですかね。アメトークみたい、やばい。11時8分、そうだな、いつ TikTok ライブに移動しようかな。見に行くか。じゃあ10分ぐらいになったら TikTok ライブに移動してもよろしくて、皆さん。いや TikTok ライブは長くやった方が多分見つけてくれる人その分多いと思うの。よろしくてか、よろしくて。いい、じゃあ10分になったら移動するから、みんな TikTok 集合でね、よろしくね。なんか昨日の TikTok のいいね欄を見たら、意外にフォローしてない人の方が多いんだよ。見てる人多分おすすめで流れてきて、いいねだけ押してフォローはしてないみたいな感じなのかな。そうだから、そういうのをライブしたらフォローしてくれるんじゃないかなみたいな。あ、でも、はい、みんなに言いたいのは、あのショールームはいいんですけど、あの TikTok ライブでアイテムを投げても、それが私はどこに行くか本当に知らないので、あの投げないでください投げてもまあいいよ、別に
投げたい、もうどうしても TikTok で人生に1回アイテムが投げてみたいみたいな人は、わかんない、私はおすすめしませんよ、はい、投げるなら、うん、そこじゃないって感じ。でも投げるなら遠くから来てくださいそう、どこに行くかわからないので、はい、私の元へは一切やってこない、来ないです普通に TikTok は。ハートありがとう。源さんこんばんは。この後 TikTok ライブに行くので、みやまるちゃんの TikTok にぜひお待ちしております。野村美代かっこいい SK48 でやってます。わかりやすいでしょ、多分 SK48 って検索したら出てくるようになってる。12期生の流れてきたよ。何？何が流れてきた？分かんない。あ、10分早っ。じゃあ一旦終わるね。 TikTok でお待ちしてますよ。今度初めてなくしゅうくん待ってるね。この後の TikTok ライブも待ってるね喋ろう、また TikTok ライブで。じゃあ一旦ショールームバイバイ。ありがとうね。すぐ行くから待ってて。